皆さんこんばんは、 AKB48 チーム取締役代表ののんのんこと奥本彩です。よろしくお願いします。イエーイ、やっほー、朝ぶりです。朝ぶりです、みんな。よいしょ。これにしようかな。ママがしてくれた。うん、この髪型は自分でした。ネックレスがつけれないんだけど。不器用が出ちゃう。ネックレスがつけれない。来た来た。オッケー、今日も配信頑張ろう。までマジ本当ギリギリまでさ、あの個別相談会、進学先の個別相談会だったからさ、めっちゃ焦った。やばい、違う、やばいって思って。焦った焦った。オンライン授業中ちょっと冷たかい。今日もずっと唐揚げするのかと思った。唐揚げしてほしい。とりあえずね、食そうかと思って。とりあえずさ、とりあえず食そうと思って。とりあえず食すわ。パン。こちらの栗パンです。私が大好きな山の果実。ママにはこらって言われたけど、どうしても食べたいから食べる。唐揚げしてほしいですか。ででーん、おいしそう。いただきます。おいしい。一枠くらいは唐揚げしてほしい。オッケー。じゃあこの次の枠でしようかな。19時49分からの枠でしようかな。この枠は食べて雑談してする。うん、めっちゃこれ、めっちゃ栗の味する。うまっ。お昼ご飯
今日のお茶生茶じゃないんですよ。あやたかでもないんですよ。やおやっほー。今日の髪型はお団子です。ここに栗のペーストの上に栗が乗ってる。うん、うまっ。美味しい。月見、え、9月って月見なんだっけ。そうだっけ。そうだっけ。9月が月見なんだっけ。そうだよ、そうなんだ。うん。マックでバイトしてる友達が言ってたわ。マジでね、月見バーガーの時期ガチ大変って言ってた。そうだった、そうか、月見なんだ。お団子食べなきゃ。なんか月見バーガーの授業大変らしいよ。ピンポン来た。うん、氷飲み込んじゃった。なんか友達来てたよ。月見バーガー美味しいの食べたことないから分かんない。美味しいんじゃない、人気だし。洗えるのかな。パンって洗えるのかな。洗えたら後で食べよう。パンって洗えるのかな。どうなんだろうね。なら洗って良さそうだよ。でも分かんないけど。でも美味しかったでございます。ごちそうさまでした。なんか続々とさ、ハロウィンのさ、コスプレのさ小道具
が届いてきてるんだけど、楽しみ、早くみんなに見せたい。そんなわけなの、うん、楽しみ。続々と届いてる小道具が。ハロウィン、クリスマスじゃなくてお正月だよ。こんにちは、こんにちは。こんにちは、こんにちは。あのね、みんなで当てっこゲームしたくて。当てっこゲームってみんなわかる？17歳なの？うん。みんなで当てっこゲームしよう。やのが今から紙に8のメンバーの名前を書きます。例えばなぎちゃんだったらなぎちゃんって書くじゃんか。でもみんなに教えないのね、そのメンバーの名前を。メンバーの名前を教えません。教えないから、なんか質問してください。でも何県代表とかだったら分かっちゃうから、何地方代表ですかとか。そのメンバーは例えばショートカットですとか、その名前を、そうそう、料理得意ですかとか答えるから、それで部屋が。で当てられた人の勝ちね。早く早く当てられた人の勝ちです。 OK？ OK？ちょっと20歳超えてますか。わ、20歳超えてるとか分かるかな。まあ大体分かるか。ちょっと紙、よいしょよいしょよいしょ。じゃあまずメンバー書くね。ヒロノが誰にしようかな。誰にしよう。じゃあ誰にしようかな。ちょっとなんかオッケー。できました。で今名前書いたから、名前をこの裏に書きました。書いたから何か質問してください。メンバーが分かりそうな、メンバーが分かりそうな質問してみて。加入は5年以内ですか？いいえお笑い担当ですか？うーん、鼻が高いですか？高いかも。腹踊りしますか？しません。西ですか？いいえ。髪染めてますか？はい。女性ですか？男性ですか？女性です。女尊です。身長は大きい小さい？ちっちゃい。鹿児島とか場所把握できてなさそう。できてるわできてるわ。私の推しですか？私の推しの推しです。ギター弾きますか？いいえ。メンバーですか？はい。さあ分かるのでしょうか。分かるかな、みんな。
わかるかな。富山県の人ですか。いいえ、もう県の人言ったらわかるって。チームメイトですか。はい、チームメイトです。わかるかなみんな。今ね、決定的なの全然出てないです。今ね、分かってるのは20歳以下ですか。いいえ。雪が多い地域ですか。多分、多分北の方ですか。北の方です。習っていますか。はい。ダンスめっちゃ上手いですか。はい。ショートヘアですか。ショートヘアではないです。天使ですか。顔面が可愛いです。強化推しですか。え、誰推しなんだろう、わかんない。お、正解出た。正解出ました。答えは横ゆいちゃんです。正解は横ゆいちゃんでした。イエーイ。なまってるの分かった。なまってるの分かったの。横ちゃんでした。すごいキラキラ星さんが今早かったかな。早かった。次誰にしようかな。誰、次は、じゃあはい、分かった。はい、はい、書きました。じゃあ質問どうぞ。このヨコちゃんの裏に書きました、ちゃんと。質問どうぞ。西の方面ですか。はい。ヒロアカのキャラに例えると、足戸美奈ちゃん。いやー違うな、誰だろう。いや、足戸美奈ちゃんかな。汗かきですか。多分違う。九州ですか。いいえ。関西弁ですか。いいえ。質問が毎回同じだってしまう。同じでもね、全然いいよいいよ、分かりやすい質問にしよう。関西弁ではないです。お兄ちゃんがいますか。どうなんだろう、お兄ちゃんいるのかな。ごめん、分かんない。ゆりなちゃんじゃないです。洋服を貸したことありますか。うん。変顔しやすいですか。いや、しないんじゃない。歌うまい、聞いたことない。ゆきまるじゃないです。せりかちゃんじゃないです。何でも上手にこなしますか。こなすんじゃない、わかんない。ならひなこかな。ひなこじゃないです。洗濯は部屋干しですか。わかんない。今度聞いてくわ。ダンスうまいですか。上手になったと思います。一人暮らしですか。いや違うと思う。梨が有名な県ですか。はい。あ、正解出た。レミちゃんでした。ケンジャスさんが一番早く正解してる。すごい。正解は徳永レミちゃんでした。鳥取県代表のレン、レミちゃん。レミちゃんでした。むずい、これ楽しい、みんな大丈夫、難しいかな。
じゃあ次どうしようかな。じゃあ次はね、はい、書いたよ、書きました。この裏に書いてあります。質問をどうぞ。背は高いですか？高い方じゃないと、高い方ではないのかなと思います。何文字ですか？8文字です。フルネーム。料理はできますか？できそう。数字がつきますか？つかない。いつも部屋を掃除にし、部屋をきれいにしてる？それとも散らかってそう？いや、きれいそうだけど案外散らかってそうかも。いや、わかんない。きれいそう。女ですか？はい。なるちゃんじゃないです。これで分かる人いるんだかな。強そう。強そう。へえ、うん。うん。ゆりなちゃん、ブブー。果たして誰なんでしょうか。名産品？名産品？わかんない。8文字っている？いるいる。セリカちゃん、違います。ヒーちゃん、ブブ。スケート得意ですか？どうなんだろう。なんか得意そうだけど違うのかな、わかんない。得意そうだけどね。8文字、8の文字です。8文字。あら、正解が出ないぞ。正解が出ないぞ。うん、出た。たまちゃん、ひだやちゃんでした。ひだやちゃんでした。質問さ、はいかいいえで答えられるやつにする。はいかいいえで答えられるやつだったら〇〇ですか、はいかいいえで答えられるやつだったら答えることにする。の方が変態芝居フィギュアスケート得意。そうなんだ、すご。誰にしようかな。誰にしようかな。わかった。はい、書きました。このひらやちゃんの後ろに書けました。それでは質問をどうぞ。果たして誰でしょうかね。ゆいゆいですか？いいえ。楽屋芸人ですか？いや面白い、面白いから、はい。その人はナナのことが大好きですか？はい。舞台に出てますか？はい。北海道ですか？いいえ。外跳ねしてますか？はい。
浜さやなさんですか。いえ。ハマってますか。ハマってますか。何どういうこと。小柄ですか。いやーうんはい。楽屋でうるさいですか。うるさい時もあるし、うるさくない時もあるから普通。160センチくらいある。あるんじゃないかな。はい。お帰り。ブブー。ミスターですか。いいえ。お金持ちですか。わかりません。桃色ですか。はい。よく食べますか。わかりま…あー食べない。いいえ。お正解出た。正解出ました。ベンさん正解です。じゃじゃーん。大西桃香ちゃんでした。正解は桃ちゃんでした。桃色ですか。いつもね、マジ確信に迫ってたわ。はいか家の方がね答えやすいね。よいしょ。髪を折って誰にしようかな。次誰にしよう。じゃあね、はいはい、それでは質問をどうぞ。書きました。この裏に書きました。奥本ひやろさんですか。いえ。西日本ですか。はい。ダンスは上手いですか。はい、はい、今んとこ西日本でダンスは上手い。君は羊ですか。いいえ。ルンちゃんブブー。ルンちゃんは上手いけどルンちゃんではないです。メイクが上手だと思いますか。いや、むしろあまりメイクをしない方だと思います。ギターできますか。え、できたんじゃないかな。いや、できなかったんだっけ。あれ、なるちゃん。いいえ。ポンポコですか。はい。こんにちは。こんにちは。くわもん好きですか。え、あ、正解出た。え、早くね。早くない。正解出たんだけど。ででん、たまちゃん正解。かれんちゃんでした。正解早いな。カレンちゃんでした。カレンちゃんがなぜポンコツかというと、握手会の時に福岡じゃないわ、握手会の時に、ね、博多駅に行ったんですけど、その時にカレンちゃんも新幹線で来てて、なんかチケットなくしてました。チケットなくしてた。だからポンコツだなと思います。すごい早い。じゃあね、次はね、誰にしようかな。書いた、書いた、書きました。この裏に書きました。それでは質問をどうぞ。日本海側ですか。日本海がどこかわからないです。女性ですか。はい。金髪ですか。いいえ。色が白いですか。はい。自分よりファッションセンスがある。いや、私よりファッションセンスがある人いないので、いいえ。
最近髪を切りましたか？いえ。麻雀できますか？いえ。ででだからね。得意な楽器がありますか？いえ。ジャンプしますか？いえ。これ難しいかもしれない。将来結婚できると思いますか？はい。絵は上手ですか？はい。顔のつくじゃ犬っぽい？猫か犬かだったらはい。下尾美優さん、いえ。小柄ですか？いえ。グラビアに出ましたか？はい。レアキャラですか？いえ。難しいかな。ヨーカリンではないです。ゆうなちゃんでもないです。ポンポコですか？いえ。天然ですか？いえ。舞台出ましたか？はい。セクシー担当ですか？いえ。難しいかなこれ。七瀬ちゃんではないです。釣り師ですか？いや、そんなことはないと思います。東ですか？はい。りんちゃんじゃないです。ひゆかちゃんでもあやるちゃんでもないです。きょうかちゃんとコラボ配信の予定ありますか？わかんない。納豆が有名ですか？いいえ。あー、これ難しいかな。決定的なのがね、出てないですね。センター経験はありますか？いいえ。あやれちゃんに名前が似た人ですか？はい。歌上手？はい。料理得意ですか？はい。テニスができる人ですか？いいえ。答えが出ないです。果たして正解は出るのか。 YouTube やってますか？はい。セアリ、お、正解です。正解はトゥルーン、サヤリンでした。正解はサヤリンでした。豆もやしさん、豆もやしさん一番に正解おめでとうございます。ちょっと待って、ネックレスつけてたら首めっちゃ痒くなるんだよね。ちょっと外そう。つけていたかったけど外します。気抜かれるんだけど、そう、その類で、あのネックレスをつけているとですね、めちゃくちゃ首が赤くなるんですよ私。でもな、最近いつもネックレスつけないようにしてるんだけどね。ちょっと痒い、痒いよ。痒かった。ということで次の問題いきます。次なんか8以外にしてみようかな。食べ物、食べ物にしようかな。食べ物にするね。次食べ物にします。はい、食べ物です。お題は食べ物です。この裏に書きました。それでは質問をどうぞ。のんのんが好きな食べ物ですか？はい。
これがラスト問題かも。この枠は18時8分までなので、これがラスト問題ぐらいかもしれない。お好み焼き似てる、餃子いいえ、こんばんは、こんばんは、たく正解が出ました。正解はたこ焼きでした。たまちゃん正解です。すごいね、たこ焼きでした。なにこれ、とんかつでかっ文字、たこ焼きでした。あと1問いけそう、このペースだったら。正解はたこ焼きでした。あとラスト1いきます。何でしょう。じゃあこれ、はい、このたこ焼きの裏に書きました。それでは質問をどうぞ。てんてんてけてけてんてんてけてけてんてんてけ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 てんてん、揚げ物ですか、いいえ、デザート、うーはい、食べ物、うん、問題ない、食べ物です。広島のものですが全国共通です。果たして正解は出るのか。子供好きですか、はい、チーズ使いますか、いいえ、それはアイス、いいえ、何の好きですか、大好きです、もう大大大好きです。お好み焼きブブー、ハンバーグブブー、ニンニクですか、いいえ、メロンパン、いいえ、たこ焼きの裏だからたい焼きどうでしょう、違います。正解出た。正解はてれーん、チョコレートでした。正解はチョコレートでした。すごい、正解出た、キラキラ星さん。ラスト問題はチョコレートでした。すごい、みんなが苦戦したのはサヤリンくらいかな。すごいね、たこ焼きなんかめっちゃもう2問目くらい出ちゃって。ということで、そろそろ、ランキング発表しようかなと思います。13位倉掛銀四郎さん、ありがとうございます。12位桃太レッドさん、ありがとうございます。11位たまちゃん、ありがとうございます。10位アイスカフェさん、ありがとうございます。9位ひらめきしゅんさん、ありがとうございます。8位くましろさん、ありがとうございます。7位ベベモンさん、ありがとうございます。6位アステラレス91さん、ありがとうございます。5位キラキラボスさん、ありがとうございます。4位コバさん、ありがとうございます。3位リカさん、ありがとうございます。2位ケンオパチさん、ありがとうございます。そして1位はドゥルル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 ドゥン、ケンオパ、あ、間違った、ひろゆきさんです、ありがとうございます。ひろゆきさん、ありがとう。今日の1位はひろゆきさんでした、ありがとうございます。すごい、ありがとうございます。ごめん、これ6位の方なんて読むんだろう、これアステラレスさんかな、ちょっと後で教えてください。読める方。今日の1位はひろゆきさんでした、ありがとうございます。キャッチフレーズをしたいと思います。ひろ、もっともっとって言ったら、おくもっとって言ってください。いきますよ、もっともっと、おくもっと、ありがとうございます。笑顔と元気を届けます。広島県から来ました17歳のんのんことおくもとひゃんです。よろしくお願いします。イエイ、皆様おくもっとありがとうございます。ということで、次の枠はですね、19時49分から20時34分ということで、
19時49分とまた微妙な時間ですけれども、ぜひね来てくださると嬉しいでございます。私は次の枠、今日カラオケもしてほしいということで、次の子はまたカラオケをしようかなと思います。カラオケをしたり語ったりできたらなと思います。またリクエスト聞くから、ぜひまたリクエストしてくださったら嬉しいです。ということで本日の配信もありがとうございました。今日2回目ありがとうございました。3回目もよろしくお願いします。バイバーイ。今日で21歳になりました。おめでとうおめでとうございます。ということでありがとうございました。バイバーイ。3、2、1。で、まだ時間なったのかな？なってないから、もうちょっと話していい？もうちょっと話していい？カラオケな、何歌おうかな。昨日と同じ曲もいいけど違う歌もチャレンジしたいな。なんかまた覚えようかな、この時間でこの時間でなんか覚えようかな。1番だけとかなら覚えられそうだよね。君のルマルマルマをなでねらね、嘘だと言ってや、はいはい、いけそう。ネックレスしてたとこめっちゃ痒いんですけれども、またリクエスト聞きたいと思いますのでね、そちらもねぜひ皆さん言ってくださったら嬉しいでございます。嘘だと言ってよ。最近気に入ってる曲ないの？最近気に入ってる曲は I baby left you do in my bed like a lady die I love youBaby, baby, do, do, ってやつですみんな聞いたことあるかな。韓国のね歌なんですけど、めちゃくちゃいい曲でおすすめです歌えないけどね。 I love you, baby, love, do, do, in my bed like a mighty time。 他の曲もね歌えたらね全然歌うんですけど、48グループの曲しか歌えないから残念。はい、ということでこの枠もありがとうございました。次は、19時49分から20時34分ということで、ぜひ見に来てください。ということでありがとうございました。バイバーイ。3、2、1、0、アデュー。バイバーイ。